スチロール大使のメキタ君です。皆さん今までの動画見てますか？すごい白熱した盛り上がりを見せているこの企画でございます。まだ見てない人はぜひ過去動画もアップしてあるので見てください。さあ今回もすごいアスリートの方が来てくれています。なんとスタッキングボックス初の現役アスリートがお越しくださいました。お呼びしましょう。今回のチャレンジャーはこちら、古賀淳也さんです。こんにちは、古賀淳也さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。現役アスリートと、はい、そうですね、いうことなんですけど、はい、いいんですかこんなことしてて。いいんです、これも練習の一環として。役に立ててくれるんですか？はい、いやもうバランスが本当に命だと思うんで、はい、まあ、僕の場合背泳ぎなんですけど、上を向いてどれだけもう本当に目印なくまっすぐ泳げば、泳がなきゃいけないことなので。なるほど。今までの挑戦者の人が、はい、とにかくどこにいるのか見えないって、はい、常に場所がわからない、もう常にどこ泳いでるかはわかんないですね。じゃあ役に立つかもしれませんね。もしかしたら、はい、あるかもしれない。背泳ぎが良、はい、かった。背泳ぎで、はい、この競技のオファーを受けて、はい、なんか練習したとかありますか？まあ、映像だったりとか、はい、あのそういうのでしっかり見て、どういう感じなんだろうなっていうのをちょっと見ながら、一応勉強してきたんですね。そうですね、あの予習はとりあえず、はいはい、させていただいて、かなり気合が入ってるのも伝わっております。はい、それでは最後に意気込みをお願いします。はい、はい、まあ、自分ができる限りあの高く積み上げて、もう自分自身もね、あのどん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 上を目指さなきゃいけないと思うんで、それとかけてしっかり頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それではいきましょう。本番のチャレンジです。さあファーストステージの箱ムーブ挑戦してくれるのは古賀淳也さんです。古賀淳也さん、準備をお願いいたします。はい、早速参りましょう。よーい、スタート。アップ始まりました。古賀淳也さんのファーストステージです。さあ6個を運んで軽々と今8段の準備を整えています。今のところかなり綺麗に積んでいますね。さあここから8段持ち上げて、これで重さが約8キロと、おっと少し体勢を崩しましたけど安定して、もっとおっと自分の方にちょっと傾いています。少しだけその高さで前の方を見る余裕があります。さあ今起きまして、少しバランスを整えて10段を運ぶ準備をしているところです。さあここから10段持ち上げてゴールまで行っておいてほしい。10段持ち上げようとしています。ゴールまでの距離は3メートルです。さあ10段持ち上がりました。少しバランスを崩しましたけども、横歩きで行く作戦ですね。さああとゴールまで1メートルぐらい横歩きでゴールの位置を確認しています。さあ少し右側にずれてしまいました。2歩ぐらい真ん中に移動していただいて、そのあたりで置いても大丈夫。おっと勢いが入ったけど前の方に倒れてしまった。うわくそー、惜しい。どうしたんですか？もう最後本当に難しい、はい、置くのが難しいですね、はい、置くのが難しかった。あの高さが2回、まあ、同じ高さが続いて、最後の最後でもう低いところに置かなきゃいけないっていうのが。なるほど、積み上げる時と置く時の高さが違うっていうね。うわー、もったいなかったですね。しかしながら、はい、残念ということで次の箱積みの方で頑張ってください。頑張ります。さあセカンドチャレンジ箱積みです。古賀さん
はい、心の準備はいかがでしょう。多分どんぐらいまでいきますかね。もう本当にちょっと自信ないですけど。自信ない。はい、しっかりちょっと集中して、はい、もう高く高く、もう自分もそこに乗るんだっていうぐらい、自分も乗っちゃうぐらいの、はい、頑張りたいと思います。それでは参りましょう。よーい、スタート。さあ、古賀さんのセカンドチャレンジが始まりました。今8段を持ち上げて、もう一歩ぐらい進んで、そのあたりで半分ぐらい乗っかるような状態ですね。お、職人と同じような技を使っております。プロの大会で見たことのある手をすぐに引いて落とすような感じで積み上げる。1段増やして9段持ち上がりました。今重さが約9キロ。さあ、それを結構前を見る余裕もあって、さあ置き方は先ほどと同じ落とし置き出ました。プロのなせる技です。もしかしたら昔やってたんじゃないでしょうか。落としておいたにもかかわらず綺麗に積み上がっています。さあ、10段はですね、先ほどの箱ムーブで持っていたものと同じです。さあ、ここまでは行ってほしい。さあ、おっ、少し上がずれたんですけども持ちこたえています。さあ、足が前の発泡処理に当たったので、その辺で落とすんでしょうか。どうだ、おっ、うまい、行きました。13段、少し微調整、やはりここから見るのより近くで見ると少しバランスが崩れているんでしょうか。さあ、180センチ超えの古賀さんの3倍ほどの高さまで来ております。ここからは古賀さんにとって未知の領域ですね。11キロぐらい、少し重そうに見えるような気がします。さあ、一歩前出て、ここで、おーっとー、倒れてしまった。そう、安定してたように見えたんですけども、重い。古賀さん、はい、何があったんですか。重いです。確かに最後少し重そうな後ろ姿をしていましたよ。いや、もうこれ単純に重いですね。いや、途中まではなんかすごく余裕があったように見えたんですけど、惜しかったですね。残念ながらというか、はい、今回古賀さんの記録は13段でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ナイス、スタックやってくれないんですか。これ流行らしていきますか。流行らしていくんですか。ナイス、スタックオッケー。というわけで、スタッキングボックスの2競技を終えました。古賀さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。すごい残念そうじゃないですか。いや、もうちょっといけるかなと思ったんですけど、はい、はい、最初はもう結構焦って、はい、で2回目はちょっと重さにやられてっていう感じだったので、ね、ちょっと意外、もう少しいけるかなと僕も思ったんですけども、はい、まず箱ムーブの方は記録なしということでございました。はい、はい、そして箱積みが13段という記録ですね。はい、箱積みの方はやっぱりなんか、はい、もう本当予想外にちょっと10段を超えてくると重いなっていう風に感じて焦っちゃったんですけど、いや、後ろから重そうにヒョロヒョロしている古賀さん、見応えがありましたね。イケメンがヒョロヒョロしてるって言いましたね。いや、これ持ってヒョロヒョロしない人はいないと思います。すごいいい絵が撮れたと思いますので、ね、はい、ありがとうございます。またぜひ、はい、チャレンジしてほしいなと思います。はい、というわけで今回のチャレンジャーは古賀純也さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ナイス、スタック、スタッキングボックス、いかがだったでしょうか。今回もアスリートの方の悔しい表情が見れましたね。今後もいろいろなアスリートの方をお呼びしてチャレンジしてもらいたいと思ってます。お楽しみに。そしてこの動画を見てチャレンジしてみたいなと思ったアスリートの方々、公式ホームページでエントリーを受け付けております。ぜひエントリーしてください。そして発泡
泡スチロールをもっと知りたいと思ったそこの君、発泡スチロール協会のホームページや YouTube で発泡スチロールの魅力を紹介しています。それも合わせて見てね。そしてそしてそして、この動画が良かったよという人はいいねとチャンネル登録お願いします。コメントも気軽に送ってね。チャンネル登録してスタッキングボックスのサポーターになろう。また見てね。